い、ちょっと脇道に入りました。もうね、脇道に入るとね、なんかね、もうね、中国です。中華を探しに行きたいと思います。はい、切っていきましょう。ああいうお土産屋さんとか、こういうお土産屋さんすごいね、やっぱすごい中華街っぽいですよね。ニューヨークはこうやってなんか一人で喋ってカメラで撮っても平気なとこなんですかって思うかもしれないけど、同じです、日本と。やっぱね、みんな見ます。でもね、そんなことはどうでもいい。そんなことやったらみんなにね、見せられないから。だからこっち行こうかな。散策。何あれ、なんかすげえぞ。仏壇に置くようなものが売ってんの。うわ、こってこってや、こってこってや、こってこってや。うわー、なんかすごい。あ、なんかポケモンがあるし、すごいね。めっちゃコテコテや。これなんだ、バーベキューポークダック。すごい、豚じゃないのこれ。ねえ、豚の背中だ。ガンガン切ってる。ほら、うわー、このロゴが可愛いっていうか、こうちょっともう千と千尋だね、これ。入ったら食われちゃう感じ。絶対千と千尋だ。岩がいるぞ、どっかに。岩は違う、岩はじゃない。すごい、もうなんかこんなディープなニューヨーク散策。さあ、どこだ、ヌードルはどこだ。あ、ここテイスティーハンドプルドヌードル。うわー、なんか小汚ね、ここ汚ねえぞ。ここに来いよ。あいつら、ここに来いよ。うわぁ、ディープ、コテコテや。あれ、ブヨーンってやってくるのかな。あれ、よっしゃ、じゃあ入ってみよう。すごい面白い。これどう、この、餃子、普通の水餃子6ピース。このにしよう、ビーフヌードルスープ。食べてみよう。安いな。ヌードルがいろいろ種類があるみたいだね。餃子が来ました。ラー油をかけて。あのね、味はね、あんま味しないです。まあね、実はあんま味がない。ヌードルが来ました。美味しそうだよ。麺は手打ちの麺です。トッピングはね、ビーフとね、これなんか高菜の漬けたみたいなような、うわ、くも高菜の漬けたようなのと、高菜の漬けのやつとほうれん草とネギですね。スープはちょっと濁った感じの牛骨スープっぽい。これね、麺がうまい。もちもちしててすっごいいい感じ。スープはね、なんだろう、やっぱ牛骨で取ってるから、日本の焼肉屋で最後に出てくるようなクッパとかあるじゃないですか。ああいうののスープの味に近い。うまい。これはいいです、いける。じゃあ一気にちょっとお漬物みたいなの食べてみよう。めちゃめちゃ思いっきり高菜だ。美味しい。ということで、ちょっとスープ全部飲みきれないけど完食しました。ということで、手打ち麺食べてきました。なんかね、麺がね、細いの太いの平麺とか、あとこう削った麺とか、あと米の麺とかライスヌードル、いろいろ選べる。今日は普通のこう手延べ麺の太麺を選んでみました。スープはね、牛骨でね、牛骨の味がすごくよく出てて、まあ、日本のラーメンみたいに野菜と魚介と獣とみたいに複雑ではないんですけど、牛骨の味がね、シンプルでね、これはこれでうまい。なかなかいい。この見た目だよ、うまないわけないよね。うまないわけない。ほら、
かどんどん人入ってくしねえ。さあ、じゃあ夜風に当たりながら、あっちの変な道行こうかな。あっちのちょっとこっちのなんか怪しい途中でカンフー親父が出てきそうな方に行ってみたいと思います。うーわー、ここもまたディープだな。ここもディープだな。何、もう一回行っちゃう。いやー、なんかすごいな。チャーハンだってことは分からない。はい、あれゴミもいっぱい。うわー、面白い。お、なんかちょっとああいうかっこいい親父系が、ここ中国だね、ここね。ディープだ、えらいディープだ。